元徳寺は、京都市西京区大原の南春日町にある、天台宗の寺院。三号は、二日、林山。陰号は、宝墓団院。本尊は、国宝の如意林、観音菩薩藩家像で、京都落成、観音霊場の第33番札所でもある。京都で一番小さな拝観寺院を名乗っている。この寺は、寺伝によれば、児童天皇が夢で啓示を受け、 薬師如来を本尊として679年に、現在の向こう支寺戸町古城に創建された。一時衰退するが、東山山城の宝墓大院に従した。ただ司会がこの寺に入って中高したと伝えられる。大密の中心的な寺院として流星したが、応仁の乱などの陛下により一時消失する。江戸時代に入って再興されるも、王子の勢いはなく、近代に入って、 さらに後輩。1962年には本尊の観音像などが花の寺として知られる勝持寺に移された。1973年には本堂特利を勝持寺に隣接する現在地に移転。さらに1996年には本尊などが元徳寺に戻され、34年の年月をかけてようやく再興が完了した。し寺との旧寺地は、 住宅地となり、その一部である礼喜び公園に元徳寺があったことを記した説明板が設置されている。ありがとうございます。